今回は3つの1コアを紹介します。1、カーテン越しの恐怖。もう11年も前の話。東京の大学に通うために、一人暮らしをしていた時に、体験したこと。3階建てのアパートの、東の角部屋に入居することになった。築年数も浅いし、何より安いのと、角部屋ってるのに惹かれた。バイトも、近くの飲食店で決まったし、初めての一人暮らしということもあって、大学、バイトと、忙しい毎日を送っていたけど、結構充実してた。そして大学にも慣れてきた。ある日のこと、バイトが終わって、家に着いた時刻は8時30分頃。シャワーを浴びて課題を終わらせて、飯はバイト先でタダで夕飯を食べてた。テレビをなんとなく見て、0時30分くらいになったから、もう寝ようと思って寝た。すると2時くらいに、ガチャリとドアの鍵を開けて、隣の住人が帰ってくる音で目が覚めた。随分遅くに帰ってくるんだな、と思いつつ、そのまま目を閉じていると、隣の部屋からブツブツ声が聞こえる。電話だ。声の主は、どうやら女の人のようで、時々大きな声で笑ったり、またブツブツ静かになったかと思うと、また大声で喋り出したりして、うるさい。高校まで、両親と姉と暮らしていたからわかるが、女ってやつは、電話で喋ると、やけにうるさいもんで、あんなに大きな声で喋らなくても、通じるだろうと思うんだが、多分皆さんも覚えがあると思います。で、結局寝不足で朝、それがその日だけだったら、よかったんだけど、それから毎晩続くようになった。大学、バイト、課題、寝る、2時ごろ、ガチャリ、あはは、おほほ、寝不足、大学。こんな日々が続いて、だんだん疲れが溜まって、イライラしてきた。慣れない都会暮らしだから、こんな時どうすればいいのか、わからないし。田舎者なので妙に保守的っていうか、当時は、東京に出てきたばっかの人なら、わかると思うけど、田舎特有のことなかれ主義ってやつが、自分にはあったので、うるさいけど我慢してた。だけどそれから何日かして、寝不足や疲れが、ピークに達していた日があった。一人暮らし始めたばかりだし、慣れない生活で、精神的にもホームシック気味だったのかもしれないけど、イライラして全然眠れなかった。何度も寝返りを打っていると、隣でガチャリと鍵を開ける音がした。またあの女が、しばらくすると、またいつものように、喋り声が聞こえてきた。布団をかぶって、声が聞こえないようにしてもダメ。聞こえないようにすると、逆に意識して声が聞こえるようになる。それにしてもなんなんだ、こんな時間に、クソ女が。もう、自分の中で怒りが抑えきれなくて、布団の中で、拳同士をどんどん叩いてた。そしてまた女の笑う声が聞こえて、そこでぶち切れた。てめえこんな時間に、電話なんかしてんじゃねえ。何時だと思ってんだ、寝られねえじゃねえか。常識わかんねえのかクソ女、マジでいい加減にしやがれ。って、バリ雑言を浴びせて、近くにあった目覚まし時計を、隣側の壁にぶん投げた。当然来られた。そしたらシーンと静まり返ってしまって、何の声も聞こえなくなり、怒ったせいか疲れのせいか、そのままぐっすり眠ってしまった。それ以来、夜電話する女の声は、聞こえなくなったのだが、夜電話する女の声は、あの夜以来ぴったりあんな。ちょっと強く言い過ぎたかもしれないけど、これでゆっくり眠れるな。隣の女の人にはそのうち、あったら、あの時は言い過ぎちゃってすみません、って言っとけばいいよな、とか思ってた。その日も疲れてたからすぐに寝た。夜2時30分頃、ガチャリ、シーン。電話の声はしない。よかった寝れると思ったが、寝れない。なぜか神経がピリピリして、眠りにつけない。自分でも、なんで眠れないかもわからない。ただ、なんかすごく不安で、
その時は眠れなかった。朝まで布団かぶってた。自分の部屋の中にいるのに、ドキドキする。今思うと、高校の夏休みに東北を原付で、一人温泉巡り旅に行った時の、シーズンオフの誰もいないキャンプ場で、テントを張って寝た時のような心細さだった。眠れない日々はその後も続いた。はっきり言って限界だった。女が電話しなくなってから、一週間が過ぎた頃、その日も浅い眠りで、夜の2時30分になった。ガチャリ、女が帰ってきた。部屋の中を歩く。のし、のし、って音まで聞こえてくる。神経が過敏になっている証拠だ。いかんいかん、寝よ寝よ。眠れない。時間ばかりが過ぎる。イライラして何度も寝返りを打った。何度目か寝返りを打ったとき、自分の目を疑うようなものを見てしまい、声も出なかった。南側にベランダがあって、大きな2枚ガラスの引き戸になっている。そこに青いカーテンをつけていたんだけど、その青いカーテンの、向かって右側の隙間から、縦に2つ目が覗いてんだよ。ベランダとベランダの間は、50センチくらい空いてるんだぜ。なのに向こうのベランダから、体を乗り出して、ぐいって感じで覗いてんだよ。隣の女だよ間違いない。もうこらえてるより気持ち悪くって。そう気立つって意味が、ほんとよくわかったよ。頭から耳にかけてぐわらーって、じーっと、覗かれてるのは気づいたけど、そのまま知らんぷりしてたんだよ。ほんと気持ち悪かった。気持ち悪くて怖くて吐き気がして、意味もなく体がぐるぐる震えるし。たまにチラ見すると、無言でじーっと見る視線が、マジでトラウマ。布団にくるまって震えて、4時くらいだったと思うけど、あの嫌な視線が消えた気がして、そーっと布団の隙間から覗いたら、やっといなくなってた。その夜から、また電話の声が聞こえるようになったよ。夜の2時30分にね。親に無理言って、一週間でそのアパート引っ越したよ。まだ1ヶ月しか住んでなかったけど、もう無理。今思うと絶対あの女、あの怒鳴った次の日から、あの隙間から覗いてたと思う。ずっと視線を感じてたから、本能的に眠れなかったんだと思う。もしくは、変な呪いでもかけてたのかもしれない。ほんと気味が悪い思い出。あれ以来、隣人とのトラブルは、なるべく避けるように努力してるよ。あと、忘れたいけど、隣の女の名前、ない、猫のシールが、ポストに貼ってあった。あのアパートは今はもうない。何歳くらいの女？普段一度も顔を合わせてはいないんだ。あの女とは。ただ声の感じからすると30から35くらいかも。水商売で燃やってたのかな？帰りはいつも2時30分だった。今だったら、覗かれた時点で問いただして、警察突き出すと思うが、当時はただの、世間知らずの大学生だったからね。思い出しながら書いてたら、吐きそうになったよ。自分的には、リアルで一番シャレにならない、怖い体験だったけど。なぶんゆえ、怖さが伝わらなかったらすまそう。ただ女って怖いよ。恨まれるとまぎれ。に、不気味な隣人。何年も前に住んでた、マンションの下の住人が怖かった。普通の OL さんなんだけど、一人暮らしなのに、男物のパンツ干してた。防犯なんだろうけど、住んで何日かで、毎日防火何かで、床下ゴンゴンされた。それから、ピンポン鳴ったから出ても、誰もいないってのが何回もあって、ある時、いつもの時間にピンポン鳴ったから、テレビの音消して耳を澄ましてたら、階段降りてく足音と、下の部屋のドアが開く音がした。下の人だと気づいたが、怖かったので知らないふりしてたら、数日後、玄関のドアにデカデカと、赤いマジックで、足音がうるさいと書かれた紙が、貼られてた。普段から足音には気をつけてたが、それでもうるさいんだと思い、さらに気をつけてたが、玄関の紙はヒートアップ。
髪の大きさはどんどん大きくなり、赤字も大きく、さらに髪のガムテープで、四方を貼られてた。何なのか聞こうとも思ったけど、やられてることが尋常じゃないので、刺されそうで怖いのでやめた。床下ゴンゴンは、毎日のように続いてたが、張り紙がなくなったと思ったら、ある日またピンポンが、案の定出たら誰もいなく、部屋に戻り何気なく窓を見た。窓は階段の方にあり、自分の階から上の階に上がると、踊り場からちょうど、自分の部屋が見える。すると少しだけ開いたカーテンから、下の住人が踊り場から、自分の部屋を凝視してる姿が、管理会社に話そうとも考えたが、本当に何をされるかわからない気がして、後々も怖いので引っ越しした。人間が一番怖いな。怖え。床と下の階の女の人の天井の間に、もしかして何かが。3、ドアに刻まれた謎の文字。京都の大学に入学して、1年目の話。5階建てのマンションで、一人暮らしを始めた。同じマンションの別の階には、俺の友人が住んでいた。二人とも一人暮らしなんか初めてだし、まだ他に友人もいなかったから、ことあるごとに、互いの部屋に遊びに行ってた。俺の部屋は風通しが悪く、夏なんかは、盆地特有の蒸し暑さでたまらん。そこで、少しでも風通しが良くなるように、玄関のドアをいつも数センチ開けてた。ただそれだとちょっと不用心だから、背通らせずに、U 字型の20ロックだけを引っ掛けて、その上で、扉と地面との間に新聞紙かませて、数センチ隙間を作ってた。そんで寝るときは、かませてた新聞紙を抜いて、U 字ロックだけを引っ掛けてた。これだと、たとえ家の外から、ドアを引いたとしても、数センチの隙間が開くだけだから、誰も侵入できないだろうと思って。ところが、友人は夜中でも構わず遊びに来るんだ。そいつはドアに鍵がかかっていないと、思ってるから、勢いよくドアを引く。すると U字ロックが引っかかって、ドゴンって、結構大きな音がするんよ。それで目が覚めて、眠い目をこすりながら、友人を部屋に入れることが何度かあった。ある夜、バイトでクタクタに疲れた俺は、帰ってくるなりそのまま布団に入り、あっという間に眠りに入った。眠りの深いところにいるときに、突然、例の、ドゴン、で目が覚めた。さすがにその日は、ものすごく眠たくて、友人には悪いがドアを開ける、そのまま寝ることにした。その後、5回くらい、ドゴン、ドゴン、ドゴン、と鳴ったんだが、俺は寝ぼけながら、悪い。今日はもう諦めて部屋に帰って、と思いながら、そのまま再び眠りに落ちた。翌朝、部屋を出て友人を訪ねた。昨日のことを話しても、昨日は言ってないよ、って言う。脅かすなよ、と食い下がるが、どうも嘘は言っていない様子だった。じゃあ、あれは夢だったのかもな、とか言いながら、二人で俺の部屋のドアまで来たとき、友人が何かに気がついて声を上げた。その声に驚いた俺が、友人の視線を追うと、俺の部屋のドアにうっすらと、たくさんの文字が書かれていたんだ。数えてみると、縦13文字かける横9文字。綺麗に表のように並べて書いてある。しかもその文字もどれもが、おそらく、実際には存在しない漢字なんだよ。異様に画数が多く、部分部分は見たことがあるんだが、全体としては存在しない文字。気持ち悪くて二人でビビりまくった。すぐに消そうと、雑巾を部屋の中に、取りに行こうとしたんだが、その朝、俺は鍵をかけずに、友人も部屋に行ったんだ。だから、さっきの十数分の間に、誰かが部屋の中に入って、じっと俺を待ってるんじゃないかと思うと、もうダメでさ。慌てて二人で、マンションから走って逃げたよ。結局、他にも知り合いに来てもらって、真っ昼間に、思い切って入ったんだけどな。
心配していたようなことは何もなく、それだけは良かったと思ってる。マジで怖すぎる。ドアに書かれた謎の文字って何なんだ。鳥肌立ったわ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いします。感想やリクエストはコメントまで。皆様のご意見をお待ちしております。